リックスが工作機械用ロータリージョイントで最も重視している信頼性技術の一つとしてオートフラッシュを紹介しますロータリージョイントはスピンドルスルーを行うために工作機械のスピンドル部に取り付けられていますジョイント部にクーラントが流れ込むとフローティングシートが稼働してシールを密着させ回転部にクーラントを供給することができますクーラントは循環しているため 微小なスラッチなどの異物を含んでおり、連続供給ではロータリージョイントの修道部にスラッチが堆積固着し、動作を阻害する場合があります。シールの密着ができなくなり、漏れが発生するとスピンドルトラブルにつながります。ロータリージョイントの漏れトラブルのうち、固着トラブルは実に6割を占めています。では、リックスの信頼性技術、オートフラッシュについてご説明いたします。 リックスのオートフラッシュは、至って簡単な方法でスラッチ堆積固着を解決します。クーラントの流速によって生じるエジェクタ効果により、修道部の隙間からスラッチを吸い出す流れを起こし、隙間にスラッチが侵入しても堆積することがありません。リックスのこの技術は特許を取得しております。このオートフラッシュは、従来の構造では修道部に堆積固着する可能性があったスラッチを自然に洗い流す効果を持つことから、 オートフラッシュと名付けましたリックスはお客様のニーズに沿った新技術と高い信頼性技術で工作機械の進化に貢献いたします。